店舗ティンバーランドはカジュアル用品のメーカー。アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンで1952年設立。現在の本社はストラットハム。主力商品はアウトドアグッズやブーツである。ティンバーランドの創設者であるネイサン・シュバルツは1960年に靴の成形技術で非常に革新的なものを導入した。それは靴底のアッパソールの外側にステッチを施し、これにラバーソールを貼り付ける手法を取った。これにより防寒性、防水性が飛躍的に向上した。また、1973年には世界初の完全防水レザーブーツを誕生させている。なお、ティンバーランドというブランド名は、当初は前述の完全防水レザーブーツのブランド名として使われたが、やがて正式に社名としてティンバーランドが採用された。上記の通り、ティンバーランドの靴はハイキングや登山用として機能的な靴であるが、やがてヒップホップ系ファッションやサーフガールにとって必須のアイテムとなった。これは、もともとはニューヨーク、ニュージャージー州、コネチカット州のアフリカ系アメリカ人の間から始まったものであり、特に1061と呼ばれる黄みがかった肝側のブーツは同社のブランドの中で最も定番なアイテムであると言われている。ブーツ以外にも帽子、革製品、サングラスその他を含む様々な商品を世に送り出している。シティヤーの講演やボランティア活動の支援をしているなど、社会的な活動とも取り組んでいる。元社長のジェフリー・シュバルツは、ティンバーランドの社会的責任と製品の質を常々口にしていたが、これは彼の祖父であり、創設者のネイサン・シュバルツが何十年も前から言ってきたことそのままである。スティーブ・アーウィンは、ティンバーランドの靴を履いていることで知られていた。三代目 J ソウルブラザーズの戸坂博美、エリー、エグザイルのアキラやSHOKICHIなどは、プライベートでティンバーランドのブーツを履いている。DJ、ダルマやドーベルマンインフィニティのスウェイなどもプライベートで着用しており、ドーベルマンインフィニティのメンバーがデザインしたカスタムブーツを2015年12月26日から受注販売している。また、エグザイル、三代目 J ソウルブラザーズのライブでは、ブーツを着用している場合が多い。ありがとうございます。